ご視聴ありがとうございます。浜中原の原です。今釣りに来ています。釣りに来てるんですけど、今回ちょっとこれを言いたいなと思います。これがですね、ダイソーで買ったあの300円のですね、300円でダイソーで売ってた、釣り用のバケツなんですけども、こうなってますね。こうなってるんですけれども、ついにですね、ここのところがですね、はい、こうなってきた。これがここにこうくっついていたんですけれども、わかるかな、金具と金具、金具でこれをくっついてたんだと思うんですけど、これがですね、あの錆びて、外れちゃいました。それでこれ縛って今使ってます。おい、結んだねー。これです、こうなっててですね、これですね、ここのところです。よいしょ。こっちと ここ錆びちゃってますけど、まあ今のところまだ大丈夫かなって感じですね。ここの金具がついてれば使っていけるんじゃないかなと思います。ここしっかりついてますね。そしてこれなんですけれども、こうなってます。今こうやってここにまたあっと通して縛ってあります。これで外れませんね。よし。でこれをここにかけて使います。これでまだ使ってきます。こうとこれでまだ使ってきますっていう風です。こうやって使うと使えますけれども、次心配なのはこの辺ですよね。この辺ですけど、まだ大丈夫かなって感じですね、うん、今見てみるとこんな風です。このダイソーのですね、300円の、300円のこの水クイーンバケット、これはですね、ここのところが、まず壊れるんじゃないかなっていうことを、皆様にお伝えしておきます。こういう風になるぞっていうのを言ってきます。まあ、錆びてきてちょっと強度とか調べてもらって、多分時々ちょっとやばいなと思ったら買い替えるとか、した方がいいと思います。それでもこれ今自分今日宇宙出てくる前に気づいたんですけども、これがですね、取れてて、錆びて取れちゃってて、でもですね、これ縛ったら使えるんで、これ縛り方ですね、これもやい結びっていうので縛ったんですけども、ロープワークのちょっとキャンプのロープワークで見て調べて、もやい結びっていうので、最近覚えたんでそれで縛ってみたんですけども、これでいけるんじゃないかなと思います。こんな風です。この動画ちょっと気になって思われました方は高評価のボタンをクリック、チャンネル登録してください。また次の動画、この動画見てください。バイバイ。